さんこんにちは、ふみです。今日は韓国から取り寄せたセクシーなダンスウェアを紹介していきたいと思います。韓国のブランドの商品は非常におしゃれで、そして流行りを追っている商品がですね、すぐに出てきているのかなと個人的に思っています。今までも過去2回スポーツウェアといいますか、特にポールダンスをしている女性向けにですね、動画を撮ってきました。最初に紹介したのはケリースポーツの商品です。個人的に欲しいものが可愛いものから少しかっこいいものだったので、それらの商品を紹介させていただきました。ちなみに今私が着ているウェアも韓国のブランドケリースポーツのウェアなんですね。普通のスポーツブラとは違って、結構背中がセクシーなデザインになっています。そしてパンツもフリルがついて非常に可愛いので、ボクサーパンツを昔はよく履いていたんですけれども、やっぱりこういう可愛いウェアがあると非常にテンションが上がるので、最近はこのケリースポーツをヘビロテしている状況です。そして第2弾はレニークというブランドの商品です。レニークの商品はまるでバレエを踊っているような可愛くて妖艶でエレガントな商品が多かったイメージです。今日は韓国ブランドのダンスウェアの紹介の第3弾としてソワネというブランドを紹介していきたいと思います。現在はコロナ禍で以前よりも海外に気軽に行けなくなったので、今日の商品もですね、韓国のお友達に買ってきてもらいました。今日はその商品を開封して着用してみたいと思いますので、着用レビューと、あと着用するだけではなくってポールで踊るとどんな風に見えるのかというところまでご覧いただければと思います。最初に今回購入したお店についてお話ししていきたいと思います。こちらはソワレというお店で、韓国にあるお店なんですけれども、ソワレのお店の商品をウェブで確認していくと、主にポールダンサー向けであったり、エアリアルフープであったり、この空中のパフォーマー向けですね、エアリアル系のスポーツウェアを主に取り扱っているお店だと思います。取り扱っている商品の雰囲気なんですけれども、結構大人向けの商品が多いのかなと思います。スリットが入ったりだとか、ガーター系のですね、そういったデザインのウェアが多いと思います。お店の名前、ブランドの名前であるソワレという単語ですけれども、フランス語で夜という意味になると思いますので、まさに夜に似合うダンサー向けのデザインを取り扱っているのかなと思います。セクシー系がメインなんですけれども、中には非常に可愛いウェアもありました。カラフルでポップなウェアもあったので、セクシー系から可愛い系までカバーしているブランドだと思います。では今回私が購入した商品を紹介して着用していきたいと思います。今回購入したのはロングパンツなんですけれども、こちらですね、ソワレのタグがまだついていますが、ブラックのロングパンツで、かなり深いスリットが入っているものですね。こちらとピンクですね、こちらもロングパンツでかなり深いスリットが入っています。ちょっと開けないと思い出せないんですが、横スリットとですね、前スリットと分けて買ったので、そちらも比較して見ていきたいと思います。この2つが結構セクシーなデザインなんですけれども、もう1つですね、もう開封しちゃったんですが、非常に可愛いパンツも購入しました。こちらも一緒にですね、今から着用して皆さんにレビューしていきたいと思います。では早速ブラックのロングパンツから着用していきたいと思います。こ
らは非常に長いロングパンツなんですけれども、スリットの部分がここなんですね。非常に深いスリットですね。スリットがないとこういう風になっているんですが、スリットがあるのでここが開いて、結構腰骨近くまでスリットが入っているパンツになります。そしてスリットはサイドですね、横に入っていますので、今から実際に履いてみたいと思います。どっちが前か後ろかわからないんですけれども、こういう布がついてる方が前かなと思い込んで、とりあえず履いてみたいと思います。まあ、どっちでもいいかもしれないですね、前も後ろも。ちょっと後ろに下がってみますね。こんな風に横にスリットが入っているウェアになります。結構このスリット深いので、下に履くアンダーパンツは気をつけた方がいいですね。この隙間から見てしまう可能性があるので、結構お尻見えますよね。今着用してみてすぐに感じたのが、アンダーウェアは気をつける必要がありますね。今私が履いているのはティーバッグに近いタンガというアンダーウェアなんですけれども、こちらだと結構踊った時にもう見えてしまう可能性があると思いました。最初から際どいアンダーウェアを履いておくよりも、まあ、最初からスパッツとか履いておく方がいいかもしれないですね。非常に丈の短いスパッツとかもあると思いますので、万が一アンダーウェアが見えてしまっても差し支えない色ですね、目立たない色とかを履いていた方が良いと思います。では今からヒールを履いてどんな風に見えるのかというのをご覧いただきたいと思います。今ヒールを履いていないんですが、私の身長160センチの身長で、こちらの S サイズを履くと床すれすれぐらいの長さです。これぐらいの長さです。では今からハイヒールを履いてみたいと思います。逆さまになるとちょっとこのロングパンツの扱いがコントロールできないので、布がどういう風に絡むか予測ができないので、ちょっとこういうルーティンは難しそうですね。まあ、たまたまいければいいかもしれないですし、練習に練習を重ねて自分の動きプラス布の動きまで予測して、速というかコントロールがちゃんとできるぐらい練習すればいけるかもしれないんですけれども、ホール上でガンガントリックをしていく時のルーティンにはあまり合わないかもしれないですね。このロングパンツの場合にはやっぱり安全を重視するという意味で、あまりポールに登らずにフロアで踊るようなルーティンだと向いているのかなと、扱いやすいのかなと思います。まあ、セクシーなダンスとしてはエキゾチックのジャンルがあると思うんですけれども、まあ、多少はポールに触れるとしてもポールにはあんまりこう登らずにフロアでムーブメントするので、まあ、もしですねこちらの商品を着てみたいなという方はエキゾチック系の振り付けで使ってみていただければと思います。
フロアで踊ってみましたけれども、私もですねまだ今日初めて着用したばかりなので、このロングパンツ、このスリット入りのロングパンツと相性のいいルーティンとかをもうちょっと研究してみたいと思います。では今からピンクのロングパンツですね、ロングといってもちょっと丈がミディアムタイプのロングパンツです。そしてスリットが横ではなくって前ですね、フロントスリットになっています。はい、ピンクのパンツを履いてみました。ちょっと合わせてブラもピンクに変えてみたんですけれども、こちらはミディアムな丈ですね、ふくらはぎまでの丈になります。今ヒールを履いているんですけれども、こんな感じになります。そしてスリットが前に入っている、いのかなと思いました。ちょっとポールに登ってみますね。ポールにクライムせずにこんな感じで足さばきだけで見せるのもいいかもしれないですね。まず1着目としては前スリットをおすすめします。では最後にこちらのフリルがついた可愛いパンツですね、こちらのパンツを履いてみたいと思います。はい、ブルーを履いてみました。
間のところの布が結構狭い上当てあると思うんですけれども、それって開脚した時に気になると思うんですよね。結構これ幅広にとってあるので、そこも気にならないと思います。いかがだったでしょうか。今日は韓国のブランドソワレというブランドの商品を紹介しました。ロングパンツですね、2種類の丈の違うロングパンツとこちらのショートパンツですね、こちらの着用レビューをしてみました。ポールダンサーの皆さんやその他のダンスをする皆さんの参考になると思いますので、ぜひ気に入ったら韓国のお友達に頼んで購入を検討してみてください。今日の動画が参考になった、もしくは面白かったという方はぜひいいねを押していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。